QM5 は韓国の自動車メーカールノー・サムスン自動車が販売していたクロスオーバー SUV である。ルノー・サムスンがフランスルノーの参加となった後、同社と同社とパートナーシップを組む日産自動車との初のアライアンスにより誕生した。そのルーツは2007年のソウルモーターショーに出品されたコンセプトカー QMX であり、QM5 は そのデザインテイストを活かしつつ、市販化したモデルである。詳細は講述するが、メカニズムのベースとなったのは、日産のデュアリスや、エクストレールである。欧州市場や韓国を除いたアジア市場、並びに、オセアニア市場にて発売される、ルノーコレオスは、大半の部品を共用する兄弟車であり、共に、ルノーサムスンの負担工場にて生産される。インド市場へは、 セミノックダウン生産という形で輸出され、現地のルノーのジェンガイ工場にて、完成車両として組み立てられる。これは、完成車両にかかる関税を引き下げるための措置である。日本市場へは上述のコレオスとして2009年5月に、ルノーサムスン製車両発上陸を果たしている。前期中期後期車名の、QM5 は Q は追求という意味の、クエスト、M はドライブを意味する。 モタリングのそれぞれの頭文字5は車格を意味する。搭載するエンジンはルノーと日産自動車が共同開発した MQR と呼ばれるコモンレール式2.0リットルディーゼルエンジンと日産の QR25 でをベースにした 2TR と呼ばれる CVTC ガソリンエンジンの2種類。全車については 上述にもあるように2008年7月から2009年8月まで6速 MT を搭載した高出力モデルもラインナップされていた。後者については2013年5月の改良で2.0リットルの CVTC エンジン M4R に換装された。2009年9月以降変速機についてはディーゼルエンジンの場合全車マニュアルモード付き6速 AT ガソリンエンジンは、全車エクストロニック CVT となる。また、日産独走の 4WD システムやプラットフォームは、デュアリスやローグとの共用である。衝突安全性能については、兄弟車種、コレオスと共にユーロンキャップ最高のを獲得するなど高次元の安全性を確保している。室内の使い勝手についても使う人の立場になって、徹底的に考えられており、 車内後方のレバー操作を行うだけで、リアシートが倒れ、スキー板や、スノーボード板などの長尺物や、ゴルフバッグ4セットの積載が可能である。またリアゲートはクラスで、唯一大開口が可能な上下に分割式を採用した上、その下板は、最大体荷重 200kg のため大人2人が座る、ことも、十分可能である。ソウルモーターショー07 写真像、ルノーサムスン発の SUV、QMX。レスポンス。http コロンスラッシュスラッシュレスポンスドット JP スラッシュアーティクルスラッシュ2007スラッシュ04スラッシュ16スラッシュ93687ドット HTML その証拠として、ガラスや樹脂パーツの一部にルノーと、ルノーサムスンの CI が、同時に入っている。ルノーサムスン。 QM5SKD 方式で輸出連合ニュース http ジャパニーズヤンハッピーニューズ COKR エコノミー2011 0516 050000000 AGP 日経110兆5160億90万882 HTML ルノーセニックやホンダエリシオンスバルレガシーなどに採用されているものとほぼ同様の システムである。韓国では2.4リットルのほかかつて日本にも設定されていた V6.3 リットルも発売されている。エクストレール 20GT に搭載されているものとほぼ同スペックである。韓国でも2008年11月11日より発売を開始したため、韓国内ではライバルとなる。ヒュンダイツーソンナイン、ソウリュ コランド C、キアスポーテージ R、シボレーキャプティバが属するクラス。以下、メカニズムを共有する車種である。ありがとうございます。